どうもプリンです。今回はキャプテンアメリカ&アイアンマンループを使って新まんじゅう攻略していきたいと思います。前半はキャラクターやパーティー紹介させていただいて、後半はプレイ中の様子を見ていただけたらと思いますので、よかったら最後まで動画の方をご覧いただければと思います。ということで早速なんですけども、今回の主役キャプテンアメリカ&アイアンマンの性能をね見ていきたいと思います。でまずですね、このキャラの強みは何といってもスキルだと思いますね。進化スキルとなっておりまして、1段階目が2ターンの間ダメージ半減、敵の防御力が半減、ロック解除をして盤面を火水回復に変化となっております。で2段階目がですね、1ターンの間自分の攻撃力が2倍、ダメージ上限値が120億、ダメージ無効を貫通、ロック解除して盤面を火水回復に変化ということですね。なんでまあ3体でループできるということなんですけども、変換プラス、軽減ループということで、まあ、どう考えてもね強いですよね。でしかもですね、軽減もね、50% 軽減半減ということで、はい、耐久力がねめちゃくちゃあって、まあどう考えても強いだろうというスキルを持っております。で覚醒スキルなんですけども、スキブプラスが2つ、あとは浮遊と超コンボ強化プラスが2つありますね。で超覚醒でダメージ無効貫通つけることもできますので、まあ、それなりにね火力出せるような覚醒スキルの組み合わせとなっております。操作時間がね2秒伸ばせるっていうところも、まあ、強みの一つですね。で今回はリーダーで採用していないんですけども、リーダースキルもね結構良くて、水火の同時攻撃でダメージ 77% 軽減、攻撃力38倍、2コンボ加算、固定2ダメージ、火と水属性の回復力2倍となっております。まあ、最近のキャラの中だとね、まあ、軽減率も火力も、まあ、あんまりない方だとは思うんですけども、まあ、結構ね、ツイッターとかでこのキャラをね、リーダーにして遊ばれている方も多くいたのかなというふうに思っております。はい。ということでね、性能はこんな感じで、まあ、ループするにはね、3枠使うことにはなってしまうんですけども、まあ、変換プラス軽減ということで、まあ、十二分にね、3枠使ってね、このキャラ使う価値はあるのかなと思います。はい。でですね、次に他のキャラもね、一応紹介していきたいと思います。で今回ね、まずリーダーに採用しているのが、リラチェン5なんですけどもね、リムル&ベルドラ採用しております。でこのキャラはね、リムルパーティーでよく使われていたのでご存知の方も多いと思うんですけども、今回はですね、最大 HP を書き換える要因として主にね、採用しております。で、火力も出せますね。で、一応今回リーダーなので、リーダースキルね、確認しておきますと、水回復の同時攻撃でダメージ 77% 軽減、攻撃力35倍、3コンボ加算、水属性への回復力2倍となっておりまして、まあ、最近のね、キャラクターの中ではかなり控えめなリーダースキルとはなっているんですけども、まあ、ちょっとね、HP 上げたか、増やしたかったりとか、っていうか、ま、書き換えたかったりとかね、したので、まあ、他に採用できるリーダーがいなかったということで、今回ベルドラをね、リーダーに添えております。で、フレンドなんですけども、今回は、薄いですね。ジュンブラの薄い採用しております。でこちらがですね、変身しますと、スキルがですね、覚醒無効とキツネドロップを解除できるというところに加えて、敵全体をね、火属性に変化させてくれます。で新まんじゅうはボスがね、木ということもありまして、このスキルがね、ぶっ刺さって、まあ、水がね、通りやすくなるということで、はい、かなり刺さっていくというところですね。あとは火力もね、しっかり出せますし、アシスト無効解除の潜在覚醒をつけれるというところも強みだと思います。でリーダースキルがですね、水回復の同時攻撃でダメージ半減、攻撃力17倍、3コンボ加算、固定500万ダメージ、水属性の全パラ 2.5 倍ということで、リムル&ベルドラとね、非常に相性もいいということで、今回はフレンドに添えて採用しております。で最後の一枠がですね、ソウエイですね。これテンスラのキャラなんですけども、採用していまして、でこの枠はですね、まず76リーダーであれば、おおむね誰でもいいんですけど、できればですね、盤面変更できるキャラだといいと思います。その中で HP がね、高く、まあ、使いやすそうだったのがソウエイだったということでね、採用しております。スキブもね、計7個分ありますので、はい、優秀ですね。まあ、割かしね、盤面変更はできなくてもなんとかなると、耐久でなんとかなると思いますので、まあ、HP の高いね、76リーダーでスキブがあるキャラを採用してもらえたらいいのかなと思います。はい。でアシストについてなんですけども、今回、アイアンマンにはですね、火力プラスヘイスト武器をつけております。で、リーダーが、なんだっけ、グランエルブか、の武器採用しておりまして、ここについてはですね、リーの武器つけてあげることによって、バレンタインかな、十字消しをね、対応させる、十字消しをね、持たせることもできます。あとは、ソウエイにつけているのがパイモンですね。この枠はですね、ダメージ消し無効対策枠の武器である必要があるというところで、泥気をも埋められるね、パイモンを採用しております。でフレンドがですね、シャードランの、積み木採用しておりまして、ここもですね、副属性変えつつ、火力を出せて、帯耐性もあるということで採用してみました。はい。
ということで今回の、パーティーの並びはこんな感じなんですけども、パーティー全体の話をしますと、まず HP がですね、29万4000かな、あります。でこれがですね、ボスの、シールド破壊後のね、違うか、シールド貼られた時の、一番痛い攻撃をね、L 字消し込みでギリギリ受けれるぐらいの HP となっております。で回復力4万5000ありまして、まあ、回復力はかなり高いですね。スキルが29個、耐性面が暗闇と帯耐性となっております。まあ、雲はないんですけども、まあ、雲耐性ぐらいはなんとかなるだろうということですね。はい。ということで、今回のパーティー紹介は簡単なんですけども、この辺で終わりにさせていただいて、こっからはですね、実際のプレイ中の様子を見ていただけたらと思いますので、最後までね、ご覧いただければと思います。ということで、どうぞ。いい感じですね。さあ、突破。ナイス。8階層、今回は青のソニアと。でここに関しては薄いをね、合わせていくことによって消せないドロップと覚醒無効を対策できます。前の階層で、水が出てる時には逆にね、ちょっとスキル、薄いのスキル貯めてこなきゃいけないので、まあ、気をつけたいところではありますかね。はい、火に変わってるので、まあ、結構削りやすいとは思うんだけど、逆に削りすぎないかが不安。はい、どんぐらい削れるかな。今キャプテンアメリカ1段階目だったからそんなに削れないと思うんだけど、あ、いいじゃん、一番いい。左をね、先に倒さない、先か同時に倒さないと、まあ、ちょっとまたね、一旦軽減剥がしみたいなことになってきますので、まあ、キャプテンアメリカのターンがね、またそこも合ってれば問題はないんですけど。はい、ということで突破ですね。いや、順調。OK。ということで、次が、なんだろう。カリンドラゴンですね。まあ、カリンドラゴンは、言うことがないかな。ダメージ吸収来る、メイメイだっけとかだと、ちょっとね、そのターン耐久とか、必要だったりはするので、気をつけたいところですね。まあ、あとはね、メイメイ火出し、まあ、外れですかね。はい。どんぐらい削れるかな。さあ、どうでしょう。 OK、 まあまあ悪くない。はい、でちょっとルーレットが嫌なんだけど、ちょっと待って、水になってない時に。はい、やっぱ結構硬いな、ここは。さすがに。おお、ああ、大丈夫だ。はい、OK。で、アシスト無効ですね。まあ、10ターンということで、極力早く解除しに行きたいところではあります。これ6ターンかな、解除できるの。ここはしっかり1回解除狙いに行って、でボスでね、さらに解除しに行くという感じでいきたいと思います。でベルドラ使っても OK でしたね。でベルドラはボスの、この次の段階の、シールド割るときに1段階目に合わさせるようにしたいので、合わさせられるようにしたいので、まあ、そうしていくという感じで、僕はね、水ドロップ少なかったら使ってって L 字を組みに行きます。残り2個組めばいいですね。ここね、固定ダメージが1000万ないパーティーだと、まあ、こういうことになるので若干ね、めんどくささはありますが、ちょっと待って、これさ、追撃あるっけこのパーティー。ちょっと待って、わからんわからん。オッケー、あ、ないな。組んでみたけどなかったわ。まあいいんです、いいんです。ゆっくり削っていきましょう。はい。硬いね。硬い。操作時間半減。ベルドラあれば返せるけど、まあ、6点、こんだけあれば、まあ正方形組むだけだったら組めるかな。OK。
パズルはそんなに難しくないね。正方形組むだけだし、まあ、最悪色だけ決めてればいいから。ただまあシールドが激方というね課題は抱えてますが、はい、まあ、もうちょっとさいいリーダーが登場するとこのキャプテンアメリカは爆発的に強くなる気がしますね。悪くはないんだけど、まあ、リムランドベルトラをねちょっとリーダーで採用してる時点で、まあ、ちょっと苦しいところがありますよね。火力35倍だし軽減77倍ということで、まあ、ここの枠がねもっと強いいいリーダーがいるといいんだけど、まあ、もう一息強くなれるパーティーというか、まあ、ちょっと今後に期待のパーティーではあるかもしれないな。いや強いは強いけどね、今でこの強さだからもうちょっと強いリーダーが登場してしまったらマジで化けると思う。かといってやっぱ三色人だからさ、やっぱり76でいきたいっていうのもあるしね。やっぱ76がいいよね、さすがにね。あー間違えちゃった、まあいいや。じゃあまあここは多分シールド割れると思うんで割っていきましょう。あと全然忘れてたけどさ、装衛操作時間書き換えれるから使ってもよかったね、適時。忘れてました。もうね、装衛はここからもう自由です。大凶小凶以降は自由に使えますので使って OK です。さあ割った。でここで覚醒無効来るんですけど、これがいいよ。薄いで相手を火に変えれるからめっちゃいい。ここはありがたいね。旧コンボ吸収みたいなありますが、でまあ、しっかりコンボ決めて削っていきましょう。で OK、 どんぐらい削れるかな、ちょっと楽しみ。キャプテンアメリカは1段階目、あいいじゃん。ここの火力は問題ないな。 OK、じゃあここは突破しに行きましょう。正方形組んで、あとはコンボをしっかり決めてあげて OK。 まあちょっとシールド割るのに手こずったものの悪くないですね。いやこれリーダーの倍率がもっと高ければさ、キャプテンアメリカもっと火力出て、キャプテンアメリカ自体はマジで強いからな。なんかいいリーダー出てほしい。夏休みとか水押してきてくれそうっていうか、まあ水のなんつうかわかんないけど、水の時代来るわけだからちょっと期待だね、いいリーダーに。ただまあ HP 倍率を変えたりとかはしたいから、そうだな、まあ薄い今回入れてるけど、まあ、ここ自体がラックスサブに入れることもできるから、リーダーフレで強いやつが出たらいいかもしれないね。薄いも悪くないんだけどね、相手火に変えてくれるしクソ強いんだけど、ただまあラックスとね役割被ってくるっていうところはちょっと辛いんだよな。ただまあ新まんじゅうとかね来るならやっぱ属性変えれるのはクソ強いからな。薄いもすげえ迷う。そう考えるとベルドラの、まあ、上位互換というか HP 書き換えれるめちゃくちゃ強い枠が出たらこのパーティーはぶっ壊れていくかもしれんな。はい、ということで闇に変わります。もしくはまあ今回ね、あのやっぱここ回復倍率、回復タイプのね HP 倍率かかってるんだけど、今回回復タイプ薄いしかいなくて、まあその軽減ループ 50% を使ってるにもかかわらず耐久力がねギリギリっていうちょっとのもあるから、むずいな。はい、でも副属性は無理に変えなくてもいいんだよな正直。そう、別に火も正方形組めるから76だったら、だから回復タイプ不要の武器で強いのが来たりするとまたいいかもしんないね。だから多分カズドラ Z のやつ強いよね、そういう意味では。そしたらもっとこのパーティーも強くなるかも。あ、全然関係ないけどさ、あのカズドラ Z のさ、なんかすげえ強いキャラ2体来るじゃないですか。え、あれさ、引かないとやばいよな。特に光の方。で、ちょっとゲロ吐きそうなんだけど。
すげえ強いよな。あれここね、HP が、HP でね、相手の火力上がってますので、ベルドラ使いつつ、回復の L を絶対忘れないでください。これ、回復の L がないと、受けれませんので、もうちょっと HP あったらね、回復の L なくても受けれるんだけど、今回はちょっと回復の L がないと受けれませんので、気をつけていただきたいですね。はい。削って、いいダメージが飛んでくるんすわ。ほら、ギリギリ。で、なんだっけ。まあ、いいのか。ここは普通に、攻めていくだけですね。ベルドラ2段階目は、こっからは自由か。こっからベルドラ自由ですね。でまあ、とりあえずここは一旦回復したいから、こんな感じで組んであげて。はい。削り切れる。あ、いいね。あとはこれ相手の属性を火に変えちゃうっていうのも手なんだけど、発狂魔に覚醒無効送るから、まあ、薄い取っとく方が無難かな。そんな気がする。でベルドラは使っていこう。はい。ということでね、まあ、動画も終盤に入ってきましたが、まあ、今回ね、まあ、キャプテンアメリカ、キャプテンアメリカって呼んでるけど、アイアンマン、ん？キャプテンアメリカ&アイアンマンですね。を使いまして、まあ、新万事の方に、まあ、挑んでまいりました。まあ、山本 P もね、使っていたような、このね、パーティーで、まあ、強いことは間違いないので、まあ、特にこの、ここのね、回復倍率かかってるからちょっと活かしきれてないけど、まあ、そうじゃなかったら他のパーティーと比べて耐久力がね、まあ、いかついから、いや、絶対強いと思う。だからもっとね、今後に期待できるパーティーなので、まあ、編成難易度はちょっと高いんだけど、よかったらね、参考にしていただければと思いますね。はい。ということで、あと2回ぐらいで削れるかな。次で削り切れそうですね。はい。あ、木に変わんの、ここで。え、ここちょっとタクだな。タクでもないけど、ワンパンしに行くかどうかで迷ったけど、別に発狂前になってもいいから、まあ、ここは無理せず行こう。倒しきれなくても、まあ、おそらく薄いを使って勝ちだと思いますね。あ、倒せた。はい、ということで今回はこの辺で動画を終わりにしたいと思います。よかったらですね、チャンネル登録高評価の方もぜひね、よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。